い、小松菜です。小松菜の葉元はよく洗いました。はい、調味料です。水を入れます。今日はホタテ貝柱の水煮が入りますので水でいいです。塩、そして醤油、それから必ず砂糖を入れます。醤油、しょっぱさを砂糖で。はい、できました。はい、さあ、ご飯いましたね。はい、最後にラー油で一番大量につけてきますね。こちら大体は自分の好みでつけてもらいます。3人前、はい、完成。